速稼塾の久保です。今日の FX 夕方解説なんですけども、時間は15時37分で、日付がですね9月16日になっております。ではチャートの方をご覧いただきます。その前にですね、チャートをどのような順番で見ていくかってことをお話していきますね。これすごく大事なんで、これは基本の動作ですからよく覚えておいてください。時間軸の高い順番に見ていきます。私の場合は1時間で売買をしますので、1時間が私のトレードの時間帯ですので、日足を見て、4時間足を見て、1時間足を見るという順番です。大きな流れから順番に見ていきます。そして何を見るのかってことですけども、1日デイリーではですね、右肩上がりなのか右肩下がりなのか、要するに買い目線なのか売り目線なのかってことを見ていきます。でその次に4時間ですね、4時間も同じように買い目線なのか売り目線なのか見ていきます。で最後に1時間足が買い目線なのか売り目線なのかを見ていきます。一番単純なのが、1日足が売り目線、4時間足も売り目線、1時間足も売り目線、こういうふうに売り目線で揃ってる場合は売りでほとんど負けることはありません。これだけ覚えておけばもうほとんど勝てると思います。同様にですね、1日足が買い目線で、4時間足が買い目線、そして最後の1時間足が買い目線の場合は買いでほとんど負けることがありません。これがね、まずまずの必勝法の基礎となっております。ただしですね、今回みたいに週足が売りなのに、日足4時間1時間が買いの場合ですね、これはある瞬間売りに転じる場合があるから用心が必要です。短期的な買い目線ということになりますね。それではチャートの方を見ていきましょう。はい、ますね。これが売り目線なのか買い目線なのか、どっちだと思います？これはね、売り目線であるってことが言えるんですよ。左の隅っこ見てください。ここに値段の一番高いところがありますよね。次真ん中の方、ここですよね。で右側の方に行くとここですよね。ということでだんだんこう下がってきてるでしょ。だから売り目線ってことが言えます。右肩下がりなんで。で朝の解説で V の字、逆 V の字があるよって言ったのはここです。大きな V の字がここにあって、次はここにこういうふうにあって、この辺に来た時はもうこんなちっちゃいわけですよ。ということなんで、だんだん、売りの方に行ってるよねっていうことをお話していました。次は4時間足を見ていきますよ。4時間足、売り目線、買い目線、どちらでしょうか。ね、先ほどと同じような理屈を持ってすれば、ここが来てるのが、ここに来て、ここに来てますから、やっぱり売り目線であるのかなってことがわかりますよね。で、下の安値っていうのは、ほとんど位置を変えてませんよね。まあ、ここを力点というふうにも私呼んでますけどね。ということなんで、右肩下がりなんで、これも売りということが言えると思います。ちなみに、ここがソーサートップになってるってことですよ。こういうふうにね。で、ソーサートップっていうのがパッと出ないといけないですよ。ここではずっと買いを進めてましたけども、ここでは一点売りっていうことを進めてました。そして真ん中のあたりでは方向性がわからないんで、ちょっと見ておきましょうってこともお話しましたよね。次は1時間足です。はい、1時間足はどうですかね。左から右に行くに従って、ロウソク足ってどっちの方に向かってます？そうですね。ここにあったロウソク足が、こういう風に来てここですからね。どう考えてもこれは下がってきてますから、右肩下がりですから売りということになります。ですんで、これからエントリーをする方は売りでいいんではないかなと思います。ただ単純にこの3つを見て、じゃあ売ればいいんだっていうのとはちょっと違いますよ。そこはね、ちょっとまた別の機会に説明します。ということでね、お分かりいただけたかなと思います。この時点での相場解説は売りで1時間は取っていけると思いますけども、ただですね、私の手法っていうのはだいたい朝エントリーして夕方にはエグジットするわけなんですよ。ということでこの時間からエントリーすることはもうほとんどありません。もう店じまいして夕食を食べてお風呂に入って寝るというね、ライフスタイルを大切にする時間に入ってきます。私は FX の専業トレーダーではなくて専業トレーダーではなくてどちらかというとFX を副業のように考えていて、例えばサラリーマン暮らしをしながら、ちょっと空いた時間でポンポンポンとね、一日のうち朝昼晩ぐらいでエントリーして、確認してエグジットしていきたいっていうライフスタイルのために、主にはね、相場解説をしてますので、夜中中やりましょうみたいな話は私しませんのでね。で、私も夜は寝ますんで、9時ぐらいにはもう寝てますんでね。そうなると、夜越しのエントリーとか、それから酔い越しのポジションっていうのは持てないんですよ。そういうことで多くの方の相場スタイルに多分向いてるんじゃないかなと思っております。私もね、サラリーマン出身でありまして、店舗出身ですから、本当にね、深夜起きてよっていう発想はないんですよね。まあ、朝早く起きることはありますけどね。
夜更かしは体に悪いかなと思っている47歳でございます。それでは本日は以上です。参考になりましたら幸いです。ではまた明日。